ペンギンのフィーディングタイムとなります。まずはペンギンたちは芝生の丘の柵の内側にいます。まずはそこから始まりますので、皆様は柵の周りにお集まりください。ペンギンたちのフィーディングタイムが終わりましたら、その後はゴマちゃんデッキの芝生アザーのフィーディングタイムへと移りますので、その際は移動の方ご了承ください。 繰り返しご案内させていただきます。まもなくこちらの塩風広場におきまして、ケンペンギンとゴマフアザシのフィーディングタイムが始まります。まずはケンペンギンのフィーディングタイムとなりますが、現在ケンペンギンたちは芝生の丘の柵の内側にいます。皆様はその柵の外側にお集まりください。ケンペンギンのフィーディングタイムが終わりましたら、その後はゴマちゃんデッキのゴマフアザシのフィーディングタイムとなりますので、その際はデッキまでご移動の方ご了承ください。